オープニングから始めていきます。今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキさんのキャンです。今日はゲストでこの方が来ております。自己紹介をどうぞ。はい、皆さん こんばんはになるのかな。こんばんはですね、はい、FM ギノワンでリオチのミタイトルラジオやってます。リオチなんですけど、今日はアイデリックリリックのバンド担当ということで、ドラム担当だということで来ました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。どうする、リオチ、今でやっとく告知ですか。早い、途中まで、途中がいいそうね。今あれですね、収録の月曜日の時点では台風7号が本土の方に向かってるということで、はいはい、なんか甲子園も1日ずれたっていう発表が今日ありましたね。まあ私的にはタイミング良かったかもってのも、利用者さんがお風呂に入ってくれないっていう変なタイミングで。お風呂に入ってない、入ってくれないから見れないってこと？見れないっていうか、見るから逆にお風呂に入らない。なるほど。そう、なので曜日がずれてくれると私は助かったっていう話なんでそういうことですね。そういうこと。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけて投稿してくださいね。ということで、早速あのツイキャスが来てますので紹介したいと思います。サッチさん、リョウチさん、当たってる？当たってるね。はい、のんちゃんさん、のんちゃんさん今日来ておりません。のんちゃん今日は来てないね。来てないですね。キャンさん、皆さんこんにちは、じゃない、こんばんは。はい、こんばんは。言葉当たってるかなってきてますね。沖縄大好きさん、こんばんはサッチからの、こんばんはリオチからの、こんばんはキャンチ、待ってましたと来ております。ヤンポーさんも来ております。こんばんは。こんばんは。こんばんは。早速曲に行きたいと思います。今週の1曲は夜しかで、雨とカプチーノです。どうぞ。インコの言葉覚えたか覚えてないんだな。最近の曲全然知らないな。もうググってやってる、私ググってやる感じかな。前にこれワンデイだったかな、流したけど1ヶ月ぐらい前だったかな。こうやってるとなんかハトみたいな。ハト歩くときなんかこんな。ああなるね。でもあれすごいですよ、ね、こうやって平行調整してるっていう。あ、そうそうそう、なんか人間の目みたいに優秀でこうブレを調整とかできないので、あれ物理的に修正してる。
台風。曲中はツイキャスには音声載ってる？載ってないの。うん、キャスに音声は載ってるけど、あのあれは、あの音楽は入ってないってこと、うん、音楽は入ってない。こっちは完全に配信だけ、うん、今やってる状態。うちの番組は音楽流さんからさ私はあえて流している。うん、なんせ私あの X でもたまに来るからさ。何が？ DM が。誰から？リスナーさんから。あ、曲流してって。うん、ではない、あのテーマのメールが来るから。曲中にどれから先読もうかなってできるじゃん。あ、なるほど。そうそうそう。DM か。あんまり見ないからさ、私 DM。 私はできるだけ見るように見るように、うん、いらんのは見てないけど。変なこう何勧誘の DM か、変な男の人の DM か。あー、分かるよ。たまにともかさん。なんか私あれだな、変な女の人から来るんだけど、なんで？ママ活じゃない？嫌だよ。ほとんど触ってないせいで、あの DM なんか来たことないですから。あ、本当ですか？はい。DM ね。もう Twitter 見る専用なんで、僕も前。うん。私、暇があったらつぶやいてるから。SNS 大の苦手なので。あ、やらないって決めてます。私メッセンジャーでつながってる人もいるからな。メッセンジャーって何？ Facebook の。ああ、 Facebook か。つな、うん、がってる、パーソナリティなのか。週1回出てくるよ、ROK に、土曜日に。Facebook ぐらいですかね、同窓会の呼びかけとかに使えるんで。あ、同級生も Facebook みんなやってるな。全然見ないよ、でも。うん、私あれだな、 Facebook はあの今日は何の日ってやつ、あれをシェアしてばっかりだな。あ、そうなんだ。そうそうそう。はい、では、おもなくです。はい、はい、では、マイクオンにします。お聞きいただいたのは、ヨルシカで雨とカプチーノでした。では、今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか、キャンさん？はい、大丈夫です。今週のテーマは台風です。というのも、先々週ですかね、台風6号が沖縄ですごい被害があったのがあったっていうのと、あとまあ大なり小なりまた台風が来るので、まあ10月ぐらいまでかな。なのでちょっと今回この台風っていうテーマにしてみましたが、りょうちさんは今回の台風どうでした？いやー、びっくりしましたね。あ、そっか、沖縄来てから初の大きい台風だっけ？初の、そう、台風は何回か経験してるけど、まあ普通だったんだけどね。普通、うんうんうん、そうそう。でも今回大きいの初めてでした。停電した？停電しましたよ。あれ大丈夫だった？あの水槽、水槽がね、私のラジオでも話したけど、ちょっと停電しちゃって、うんうん、あのお魚さんがあの息ができなくなって、やばい、瀕死の状態になったんだけど、あの、うんうん、リスナーさん の, あの息子はまゆいのちさんかな、はいはいはい、があの釣り具屋でなんか電池で動くポンプあるよって教えてくれて、うんうん、じゃあちょっと那覇の片っ端から電話して、うん、1軒だけ空いてて、そこに買いに行って、なんとか
帰ってきたらもうみんなお魚さんが横になって呼吸がめっちゃパクパクパクこんな感じやばいねダメかなと思って急いで AI 入れて、でも1時間ぐらいで復活したから、うん、なんとかなったね。あれ全滅したらちょっと大変、私が死んじゃうなるほど。私もね結局1日半ぐらい停電して、で、ね、うん、うん、やばかった。とりあえずめっちゃ暑かった、お家の中が。そう、私まだ開けてた、開けてた、うん、もう無理と思って、うん、風大丈夫だった？風はね、なんかうちのベランダちょっとね奥行きがあって、うんうん、まあまあまあ少し開けてれば大丈夫かなっていう、なるほど、うん、状態だったから良かったけど。キャンさんはどうですか？僕はですね、一応こっち出勤だったんで、はい、うん、FM 機能案自体の停電がなかったんですよ。あ、で実家の方も6時間ぐらい停電したらしいんですけど、はいはい、僕が帰るタイミングではついてたんで一回も停電なかったんですね。うらやましいなんであんなあんな夜なばれだけあんなずっと停電するかなって思ったけど、あ、でも、ね、我が家も結構停電する家だったんで、うん、前回の大きい台風5年ぐらい前に来た時1週間ぐらい停電しました。いい、やばはい、やばいですね。ねえ、うん、では DM が来てますので紹介したいと思います。ヤンポーさんからいただきました、ありがとうございます。台風、サッチーキャンチーリオチこんばんは。こんばんは。台風で思い出になるかな、台風の時に海で泳いで波に、道まで飛ばされ傷口が紫になりよったさ。ちょっと待ってちょっと待って、それはおかしい。泳いでは飛ばされ泳いでは飛ばされの繰り返ししているうちに琉球新報の人が車で通りかかり、琉球新報の人に、新聞に載せるよって怒られたさ。そりゃ怒られるって人が楽しんでる時になんで通りかかるかな、わら。普段は、海の中に入らんけど台風の時だけは特別だった小学校の時の思い出です。あ、でも、真似したらダメだからねと来ております。いや、そりゃダメだよ真似しちゃダメだよ。でも夜流れでもあれだっけ、結構今回やばくって、うん、波がっていうか、潮が、高潮がやばくて、のなんか大潮と重なってるとかじゃなかったっけ。そう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 、ね、で海岸沿いの通りがめっちゃ海藻だらけだったわかめわかめっていうかひじきなのかな、私も初めて今回見たんだけど。へえ、ひじきって海藻なんだ。海藻だよ、知らんかったえそこ、うん、ではメールの方も来ておりますので紹介したいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。台風、ベタな話ですが、学生時代は暴風警報が出て休みになることを期待していましたね。天気図の台風予報で、暴風予測が自分のエリアに当たると休みになりそうとドキドキしたものです。今は仕事をするようになって仕事のリズムが、崩れたり遊びのスケジュールが狂ってしまうので、むしろ台風それてって思うようになりました、笑いと来ております、うん、まあ確かにそうですよね、まあ、沖縄の人あるあるなんだけど、うんうん、学校が翌日とか暴風警報出ると休みになるので、うんうん、学生の頃は、うん、なので私もまあ学生の時は家にはいるけど学校が休みになるからラッキーっていうのはありましたね、うん、あと6チャンネル見て DC1E がついてるかどうかとかですね。ああ、何6チャンネルがついて何がついてるDC1E って書かれてると、この米軍のテレビ放送が昔映ったんですよ。へ、6チャンネルで勝手に、うんうん、だからそれを見てこの角に書いてるこの DC1E って表示が出たら明日休みだって。分からん、なんだそれその文言は何、台風の文言なんですか。もう危険度これぐらいですよ、危険度、そう、危険度が、知らん、
まあ、アナログ放送の時代ですか、じゃあ。そうです、そうです。そう、アナログの時代だね。6チャンネル、へぇ、すごい。今はもう映らなくなったけど。うんうん、うんうん、昔は6チャンネルも全部英語よ、その代わり。いいな、うん、あのリスニングの勉強になる。あー、うん、でも全部英語でっていうのもちょっとあれだよなるほど、厳しいもんあるよ。字幕ないですからね。ないですね。スパルタ教育だそう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 。では次のメールに行きたいと思います。サッチーさん、リオチさん、キャンチー、こんばんは。こんばんは。ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。8月14日時点ですが、台風7号対策を しました。こちらは、風は強くないようですが、雨が強く降る予報になってます。そのため、雨なんだっけ、なんだっけね、台風対策をちょっと教えてほしいっていうことですね。あ、はいはいはい。私の台風対策は、なんだろうな、ベランダに洗濯機があるんですよ。え、あ、そう、昔のはいはいはい、お家なんで、うん、ベランダに洗濯機があるんで、もう洗濯機の蓋をガムテープで留める。うーん、飛ばないように。うーん、なるほど。そうそうそう、そういうのとか、あとベランダにあるものを全部部屋の中にしまう、うん、まあ、それが一番最低限かな。確かにベランダのものがね、飛ばされて窓とかガラスに当たって割れたりするから。そうそう、それも危ないので、うんうん、私今回でも頑丈にやった気がするな、この洗濯機のガムテープ止め。いつも1点とか2点ぐらいで終わらすんですよ、はい、普通にガチャガチャって開くドラム式のやつで、はいはい、でそれで上2箇所とこの下のボタンのところ2箇所と、はい、であと横の方、横のサイドのところも、2箇所ずつの4箇所止めて頑丈にやりました今回。うーん、多分ね、沖縄の皆さんそうだと思うんですけど、ヘクトパスカルで、そうですね、判断します、ね、判断しますから、今回の台風は強いぞと思って、はい、ちょっと頑丈にやりましたね。まあ、僕の参考にならないと思うんですけど、はい、僕は以前の仕事の時に陸上競技場のガラス扉とかあるじゃないですか、はいはいはい、あんなの剥き出しじゃないですか。そうですね、それ守るためにやってたのが、車両全部持ってきてその前に止めるってやつ。ああ2トントラックとかめっちゃ並べて、はいはいはい、ギッチギチに隙間なくして、はい、で風を防ぐっていう。まあガラス戸、ベランダとかの、はい、をタオルでぐるぐるに巻いたのを挟んだりっていうのも対策の手ではありますよね。まあ、下からちょっと入ってきてる状況ですからね。はいはいはい、そういうのもあるので、では次のメールに行きたいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーシャンキャンシャンゲストのリョチシャン、はい、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、台風ではなく台風。今年は台風が多いようですね。うんうん、沖縄も、台風6号の影響で停電や断水が発生しては、一部損壊もありましたね。そんな僕も台風の影響で停電3日間、過ごしました。携帯の通信回線も不具合になり、さらに冷蔵庫のものが腐ったりもして影響を受けました。その停電生活の中、母が羽釜でご飯を炊いてくれました。僕も携帯ゲーム機の PSP で音楽や、動画を楽しんだり、ファイナルファンタジーで遊んだりしました。台所で作業をするために懐中電灯とは別でライブ用の
サイリウムを吊るして使ったりしました。あと台風以降、僕の羽釜で、ご飯を炊いてみようと挑戦してみました。単に炊飯器の、釜を洗うよう洗うのがめんどくさく、早くご飯食べたいという結果、炊けたのは炊けましたが、水が少なかったせいかご飯は固めに、母も固めだけど初めてだから仕方ない、初めてやった割にはできてるよとフォローされました。実際に僕が羽釜で炊いた写真を添付しますと書かれております。私も羽釜でやったんですけど、これ見える？はあ、はあ、はあ、そうそう、ご飯ご飯ご飯美味しそう、美味しそうですよ、うん、意外と美味しそうですよ、キャンさん。美味しそうですね。結構いける。私も初めてこの停電の時にやったんですけど、羽釜で実家から持ってきてね、そうやったやつが僕はあのデコボコトラベリングのカイリ君に、はい、この前飯盒をプレゼントしたんですけど、キャンプとかで使う、はいはいはい、あのIH だったらしくて使えないって言われました。あらなんか炊飯器壊れてるらしくて、あネタになるし面白いなと思ってプレゼントしたんですけど、あなるほど、今となっては自分が欲しいですね。あでもあれガス用ありますよね、半合って。半合はそうです、ガスだよ、火だったら炊けるんで、うんうんうん、だからこういう災害の時に半合1個家に置いておくのもありだなって思いましたね。確かにね、もう IH ってかの人たちって、はい、結局電気切れちゃうと停電しちゃうと、はい、そうなんですよ、 うち IH なんですよ。だからあのちっちゃめのガスコンロ、はい、あれも必要かなって思いましたね。まあ、それがあればご飯ぐらいは炊けますか？炊けますからね、最低限。そろそろリオチさんの告知してもらいましょうかね。いいですか？いいですよ。はい。じゃあ告知させてください。どうぞ。沖縄に移住して、ちょっとバンドを組みました、私。はい。はい。ね、ちょっとオリジナルで、まあ、昔やってたんですけど、もう10年ぐらいやってなくて、うんうん、まあ、久しぶりにやってみようかなと思って、私バンド組みました。アイデリックリリックというバンドで、はい、今4人組でやってるんですけれども、はい、そのバンドがですね、なんと8月26日を、オンエア、オンエアが20日、20日なので、ちょうど、はい、まあ1週間後。そうですね、はい、8月26日の、場所が、グルーヴっていうライブハウスでやります。で どこにあるの？実着なんですけど、うん、で、主催があのなんとあのシャーロン・トゥ・ザ・スカイということになっております、うん、はい、魂さんの、はい、ちょっとお願いしてあのゲスト出演させていただくことになりました。おお、はい、一応ライブがライブ2000円のドリンク、うん、ワンドリンクっていう形になってます。で時間が、20時半スタートの20時半オープンの21時スタートとなってます。おうおう、はい、ぜひ皆さん見に来てください。ちょっとねそののんちゃんっていうボーカルの子が、うんうん、あの可愛いんで、この前あれヒーフミズバーに、はいはいはい、出てましたね、はい、あの子がメインで歌うので、お、はい、ぜひのんちゃん目当てで来てください。あれリオチ目当てじゃないんかい。私は端っこの方で叩くからね。ああ、ボーカルメインなんで、はい、まあ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 、まあ、ぜひ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 お待ちしております。はい、はい、ひふみさんがその説をお世話になりましたと来ておりますよ。はい、ありがとうございます。ちょっとメールがまだ来てたんですけど、来週に回そうと思います。そろそろお時間が近づいてきておりますかね。1分半ぐらいですね。では、来週のテーマいきましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、今年の夏海や川で泳ぎましたかです。まあ、あのお盆1日前っていうのはあるんですけど、ちょっと今年海とか川で泳いだかなっていうのを聞こうと思いますよ。
え、なんだってゆみさん、今直木屋さん宅で9月28日出演を約束したところですね。9月28日って私の誕生日なんですけど、ちょっとおめでとうございます。おめでとうございます。ひふみさん、直木屋さんもグスクロッカーズナイト連れてきてください。はい、いきなり9月28日って見た瞬間、えっと思ってしまった。そろそろお時間ですか。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はさっちーと、はい、みきさんのキャンとりおちでした。じゃあねー。あ、ダンサーズさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ聞かないといけないな、私。メンヘラジオのオンエアがいつなのか。2週撮りしたから、あれ、いつだっけ、オンエアみたいな。今日じゃないんですかね。今日と、多分来週なのかなって思ってるんだけど。あ、そう、フリームーンも、あの、ナルトラさんが言ってる、うん、23日に出ます。また告知に。ああ水曜日か、水曜日、はい、水曜日か、ちょうどあれじゃん、収録日じゃない。そうですね。ひふみさん来ないのかって、直木屋さん分かんない、どうなんだろう。 OK。 OK。はあ、お腹すいた。お腹すきましたね。昨日飲みすぎてあんまり食べきれなかったんで。あれ今日のご飯を今お腹すいてました。私もなんだかんだ言って昼ご飯抜いた気がする今日。あ、本当。うん、今月は飲みが多いな。私先月飲みが多かったな。その代わり3ヶ月ぐらいあったら結構しんどいです。久しぶりに飲むと結構辛いですね。だから昨日は調子良かったですけど、お腹冷えて気持ち悪くなりました。あそうなっちゃうよね、どうしても。いや全然今日は酔ってないって意外とケロッとしてます。今日あの戸口アッキーナさん、わかる？家島のアッキーナって、あの家島のあの親子ラジオの人。そうそう、親ラジの、うん、あのメッセンジャーつながってるわけよ。へえ。いや1個しか離れてないから。あ、そうなんだ。うん、アキナネにゲストして、うん、ではない。タイミング合えば出演してもらおうかなと思いつつも、まあ番組やろうかなと思って、番組なんか聞いてもらおうかなと思って。いいじゃない。今日と来週です、やっぱり。ありがとうございます、メンヘラジオのお二人さん。ああ、メンヘラジオ、あ、今日月曜日か。月曜日だよ。あ、私の放送になるわ。そうだよ、そうだよ。そうですね、告知してるって。お疲れ様です。ナッチコさん遅かったね、来るの。さっき私もこっちに来た時、あのなんだっけ、ローソンいる時にワンデイのめっちゃ送ってたんですよ。送ってから、あ、やば、間に合わんと思ってから。いつものこと、いつものこと。あ、小浜さんも来てる。後半になっていっぱい。はい、ほんと終わっちゃうのにな。メインの放送終わってますよ。さっき、まったね。30秒切ったか。そう。カニ切り寄って帰らんと。ん？惣菜？いや、あの、袋麺、安いの買って帰る。袋麺？あの札幌一番とかじゃなくて、うんうん、あのほら自社メーカーのあるじゃん。あーあるね、安いやつ、うんうん、いつもあれ買ってる。あー高いんだもん、札幌一番とか。やね。